こんにちは、シュです今回はウィスポーツやっていこうかなと思います。今日ね、3月3日でお雛祭りらしいんだよね。なんで私の相方女の子入ってきてほしいね。まあお、なんかイメージしてた女の子とはちょっと、ちょっと違う。ちょっと違うけど、まあ頑張りましょう頑張りましょうすごい、私、礼儀正しく言うか、年上の方だから。いや、すごいね年、をすごい波動球連発して、頼むあ、なんかね、私ちょっとさっきあの、 Twitter 見たらスパチャ2000万みたいなトレンドに上がっててああドバイスドバイスしょうがないですドバイス気にしていませんドバイススパチャ2000万っていうの上がっててなんかね YouTube ライブでスパチャ2000万もらった方がいるらしくてなんかねその方私もあんま詳しくないんだけどその方たちがなんかでかいところでライブをされようとされてたのかなでそれがなんかねこの今コロナとかの影響でいろんなものああドバイスしょうがないですしょうがないですドマイスコロナとかの影響でなんかいろんなものが 中止にななってんじゃないですかでそれそのライブもなんか中止になんかなっちゃったらしくてその無,無観客ライブをやるみたいな感じだったんだってでそれを YouTube ライブで流してでまだそのライブ多分ね始まってないと思うんだよね始まってなくてそれでそのライブで始まる前で多分2000万あも詳しくないんだけど行ったみたいなすごいよねなんか時代がうわそういう時代なんだみたいな ただ、そのね、ライブそう、でかいとこのライブって言、ね、中止になると、めちゃめちゃの損失出るらしいよ、お金的にも。なんかいろんな面で。なんか億とか出るって聞いたことある気がするんだけど。だから、2000万、すげえってなってるじゃないですか。なんだけど、もらった。うわ、ごめん、吉岡さん。なんだけど、それでも多分ね、損失の方がでかいと思うんだよね。いや、だから、 なんか色々すごいなとても2000万もらうのもすごいしなんかすごいよねそういういやー私決めたいね今回なんだっけ沖縄祭りだひな祭りだひな祭りでなんか女の子に勝たせたいみたいなあったね正直なんだけどこっちにも女の子いるからねうおお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 うわ反射神経芸人すぎるだろあれ撮るいやそれは撮んねえのかいいよ吉尾さん頑張ろう吉さん勝って全国行こうぜ吉尾さん 今までで一番忘れられないひな祭りにしてやるよ。そうだよ吉岡さん、結構、年配の方だよね。落ち着いて、吉岡さん。いいよ。どんまいどんまいどんまい。落ち着いて、落ち着いて。落ち着きも、チャンスボールを伺ってるからね。いかにいいとこで、私、撮るあ、でも、吉岡さん、汗かいてる。汚ね。えっと、待って、ま、吉岡任して。いや、ごめん、吉岡さん吉岡さん、いいね、素敵。いや、吉岡さんでも、やっぱね、なんか、スポーツ選手とか、やっぱ、ベテランになるとそう、動く量が減るんだって。これはどういうことかっていうと、経験 で無駄な動きをしないみたいな。なんかそういうの本当にあるらしいよ。だからサッカー選手とかでも、なんかね、まあ人によるかもしれないけど、なんか走る量が、ベテランの人はなんか少ないみたいな。まあ体力的な問題もあるのかもしれないけど、だから吉岡さん、もうこの、最低限の動きみたいなのあるだろうね、正直。よし、落ち着いて。めちゃめちゃ。私、全然大丈夫よ。吉落ち着いて。早い球来たら、うわ吉岡さん、ダイス任してよしとしゅう。よし,よし,よし,よし うまっ <laughs> 私、地味に w ィ s スポーツうまいんだよね。一回お振られ、吉野さんいや、落ち着いて落ち着いていや、安定感すごいねやっぱ経験値出てんだろうね。いや、これマジ負けねえわ。これし、マジ、レート対戦来たらこの二人でいける気がするもんね。マジレート対戦いつ来るんだろうね。いや、うまっ <laughs> 私。さあ、マッチポイント。うわ、見て、上のアイコン。あ、私サーブか。孫感すごくない上の。孫。はい、はい、回戦。よし ああ、吉シさんいやー、ちょっともうちょい強くいこうあ、初の吉シさん全衛だね吉シさんあ、ごめんこれマジごめんマジごめんマジごめんあとで1000秒おごれこれ全衛、いや、全衛がいい感じに行かないと終わんないんだよね。だから吉バさんがどっかで、キーを握るしかない。鍵を握るしかない。家の鍵しか多分握ってねえよ、あいつ。吉シさん吉シさん頼む吉ヨさん吉シさん私もだんだん、あまり、あまりに歌いからちょっと腹立ってきて吉ヨさん吉シさん吉シさん落ち着いてきましょう吉ヨさん落ち着いてきましょう 後ろ守るんで、前で攻めてください。吉岡さん吉岡さんそろそろ行きましょうか。そろそろ。そろそろ。そろそろ。吉岡さん。もちろんトーク力も元気やばい。逆にもうどこまで撃たないのか、それやってる一人で。週どれだけ撃たなかったら切れる仮説。<laughs> 一人でやってる吉岡さん。マジで撃たねマジでこの女撃たねえ。ハウオ食来たね。吉岡さんのハ王オ食来たね見てこの汗。努力の結晶と言っても過言で。よし ヨシオバさんだけにね。ーさあ、あと2点、ヨシオバさん。でも、ヨシオバさん1点ぐらい決めるとこ見たいよね。チャンスボールあげる。いや、ヨシオバさんのまだ、いや、もうと、ああ、優しい球が優しいあんな球じゃ決まんないんだよ、ヨシオおっ、お,お,お惜,し惜しい惜しい惜しいああ、ごめん<理>皆さん、なんかいろいろあって1セット取られました。頼む、ヨシオバさん。 速い玉木とも落ち着いて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 ,着い,ていやああうまい今の相手を褒めるべきだ今の相手を褒めるべきだ正直あれは取れん今で誰もせいでもないさ一人中闇だから勇気を出してあらないなど超えて超えて超えて吉本さん落ち着いて吉本さん落ち着いてあいいね吉本さん安定感がすごいねなんかもう絶対ミスんないみたい あ、ごめん、吉岡さんいやあいつやべえあいつ覚醒してるなこれ返す早い球来ても返すはいはい、私、こういうのは慣れてるからね。任してよ、吉岡さん。さっきのリベンジ。あの赤いやつに私のうさを見せつけるわ。<laughs> ストレートうわ、無理かあの赤いや、や素敵よ、吉岡さん。あの赤い人マジうまいからね。マジめちゃめちゃうまい。うわ今アウトだったね。今アウトだったけど赤い人取ってくれたわ。いや、みんな。 吉岡さんの安定感すごいわ。来た任して 40, 頼む、ヨシオバさんイエーヨシオバさんヨシオバさんハッと取れババーヨシオさんヨシオババーヨさんヨシオバさんヨシオバさんそう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 いやーありがとう、ヨシオバさん任せろ任して、ヨシオバさん君の今のプレイを無駄にはしない、絶対に絶対私は無駄にはしない 待てよ、しもばさんちゃん、攻めてもいいよ、しもばさん私の、渾身の一球、行くわごめん。ダサお前どこ <laughs> やべえみんな、22になってる気づいたら22になってるやべえね、吉本頼むよ早いサーブ打ってもいいよまあまあ、全然入れることが大事だからね。修造も言ったわこれ前も動画で言ったな。 強い球を打つんじゃねえって相手より1球でもコートに多く回線みたいにありがとうしてるぞ左右しゃーいえ決まったマジ吉岡さん落ち着いてでもこれサーブミスる人いないよねなんかサーブって多分ね絶対配慮になってんだよねだから吉岡さんがいかにあれでもいけると思ういやでもみんな吉岡さんのね安定感すごいわなんかもう絶対あごめん吉岡さん絶対返してくれるもんねいやあの赤いやついや危ねえ今返されたらよかった来た 右。左。<laughs> 右。ああ、ごめん吉本さん今は確か全面的に悪いわ。右。うわい。<30 left. S 1> さすが、吉津愛。<laughs> すごい。賞味期限、タイムセールは逃さないわ。吉津愛。<laughs> さすが、吉本さん。あの1点でアウトか見極めて。吉本さん、意外と私初めて多分、吉州君だと思うんだけど、安定感すごいね。めちゃめちゃ心強い。 やっぱね、ご年齢の方のさ、知識とかすごいと思うんだよね。いてくれるときの安心感みたいな。なんかさ、なんかスポーツチームとかでもさ、いるだけの安心感みたいな。ね、あいつがいればマジ安心。うわ、マッチポイントじゃん。うわ、これでも最後、吉岡さんに決めてほしいな。吉ばさん1級か決めたかな最高のひな祭りにお手させてあげたいから、ちょっとなんか吉岡さん決めるまで待とうかな。今ね、吉岡さんとすげえラリーつず、いやー あいつマジうまいあいつマジうまい汗かいてるなんかね、うお,おうわ、今決まんねえか最後ね、私いやー、さすがよしばさん何やってんだ、てめえババやばいや、みんな追いつかれてきたいや、最後のね、私たよしばさんに決めてほしいんだよね。孫からのプレゼント。プレゼントフォーユーなるね、プレゼントチャーシュー。いや、でも打つ私あ、もう届かねえや。いや、これ決めに行くかいや、ごめんよしばさん。今では普通にミスった。この男強いよね。いや、<laughs> 左。 右やめてごめんごめんごめん今カモフラージュアタック打ったねオッケーいやーこれはどうしようかな私が決めるって手もあるしよしおばさんに決めてもらうみたいそういうのもあるうわヨシズアイ決まった <laughs> さすがタイムセールは逃さないわヨシズアイ決まったで、ね、これがベテランの領域押し込みてボールあるヨシヨさんのとこ 黒落ちたんだけど。